エキサイトニュースより、恋愛や女性に好奇心旺盛で攻めまくる肉食男子、もはやそのような肉食男子は現在絶滅危惧種として扱われています。全国の25歳から34歳の独身男性を対象に、結婚情報サービス会社オーネットが、行った調査によると、驚くべきことに結婚的齢期の独身男性の3人に1人が女性と交際した経験がないそうです。下手すると彼女が自分の方から服をね脱いだとしても知らん顔、それが絶食男子ということで、女性であろうとも友達ったら絶対友達であり、一晩一緒に過ごそうが個室にいようが間違いなどは絶対に起こさないと。一昔前はね、絶対何もしないからさ少しだけ休憩したいんだ、というようなねセリフでね女性を口説いていた時代もありましたが、それは遠い昔の話、絶食男子の増加で少子化が、さらに進んでしまうのかという。どうですか、ガンちゃんよく言ってるね、絶対何もしないからってね。そう、ね、言っただけなんてよく言ってるやつだ。それダメだダメだいやでも自分の方から服を脱いだとしても知らん顔ってもう、信じられないですよもうね。いや俺も信じられないな。そんなことされたらもうさ、岩田のガンちゃんがもうギンギンですよね岩田のガンちゃんが